ご飯の時間がやってきました。イエイイエイ。はい、今回はですね、はい、2000回目の動画ということで、うん、よっしゃ、これ実は2回目の撮り直しなんですけど、うん、ね、実はね、最初のとこ撮れてなかったということで、びっくりしたね。本当にびっくりした、真っ白になってるんですよ。こんなことありますか、ね、初めてだよ。聞いてみたいね。そう、 iPhone なんですけども、うん、ということでね、はいはい、今回ローソン3人で割と 何軒か回ったんですけども、はい、本当にあの吉村屋のラーメンか、そう、富田二郎か、うん、っていうような感じで探してたら、うん、2つともどこも売り切れた。びっくりした ね、うん、ね、結構朝で売り切れるって言ってたお店の人、ということで、はい、今回は番内食堂さんのラーメンが、はい、しかも一つしか残ってなかったと。ラストワン3人いるのに。これはどういうことなんかということでね、はい、まあ、じゃんけんとかいうことあると思うんですけども、うん、まずちょっとラーメンの方見てみましょう。はい、これあの番内食堂、あ、番内食堂ね、言われてたの一杯だけ、番内食堂さんの、うん、まあ、ラーメンなんですけども、はい、これを一つを3人で分けるっていうのもいかがなものかということなんで、そうだ、やっぱりこう今年2021年のラッキーな人間を一人決めたい、運試していきな、じゃんけんで決めましょうか。それ古いけど、いや、やるよこれ、やるよね、こうとか。じゃあ俺それ やるの、なんだっけ、小学校の時これやる、まあ、何を見るのかさっぱり分からない。俺それやらないで勝つ。よっしゃ、いきます。はい、最初はグー、うん、最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんほい。ちょ、あ、待てまだこれさ、一回勝負って決めてないじゃん。ちょえ、いった。もう一回行こう。最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょい。え、待って、何回勝負これ。いや、もう食べて食べていいやつ。これやばい、食べたもん勝ちですから。結局これ何のためにじゃんけんしたの。いやいや、まだまだ。でも盛り押しで強運を勝ち取った。今年は俺の年だから。いただきます。ありがとうございます。じゃじゃん、番内食堂、うん、これうまそうやね、うん、レンジで温める。あ、それだけなんや。見たでしょ。おー、こしょう、スープ少なくないこれ。そうやもん。ええのスープ、これがね、中に、あ、結構ある。おお、結構ある。今一瞬ないのかと思ったら起き上がってたね。スープが別かと思ったら違う。あ、端を逆にしてしまった。マコのラーメンなのに。大丈夫、俺器用だな。はい、ということで、マコ食べましたけど、うまかったよ。ああ、そう。てかね、ぶっちゃけて、あの、もう食べたの3年以上前じゃないですか。ああ、その、あ、ま、万代一、いや、そんなことないよ。2人は1回行ったもんね。行ったね。ああ、マコは違うとこ行ってないで、ね、あ、そうか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 。本当に喜多方の万代食堂行った時に、うん、びっくりしましたね、うまくて。私もすごい印象残ってて、うん、確かその年の何年か前の1位とか2位とかぐらいに名前挙げてたぐらい、うん、あの、美味しい印象残ってましたね。うん、ね、うん、ということで、自分こそだから、その2人が行ったより前か、うん、に行った以来だったから、うん、麺だけうっすら覚えてて、うん、麺はなんかね、めっちゃ偽を、あの、近くしようとしてました。あ、そう。スーパー結構こってりだった。うん、っていうか、めちゃめちゃじゃいけん言わくない。もう一回やろう。最初はグー、じゃんけんほい、あいこでほい。あ、おっ、こういう時で勝つなよ、俺。なんかかかると、あ、ちょっと待って、また俺も、あ、そうです。最初はグー、じゃんけんほい。もう一回、もう一回やろう。最初はグー、3人でね、最初はグー、じゃんけんほい。あ、だっということで、2000回の動画を投稿してきたんですけども、これからまた3000回に向かってそうね、やっていきたいですね。健康に気をつけながら。そうだね。お正月に言ったみたいに、マコも今年はね、なんか血液検査、まあ自分もね、自分は結構割とやってるんですよ、実を言うとね。あ、そうなの。2ヶ月に1回こうやってもらったりしてるんですけども、意外とマコの方が真面目でしょ、その辺は。やりだしたらね、あの、しょっちゅうやりそうだね。必要なくてもやりそうな感じしますけど。いや、それ必要なんじゃないですか、こんだけラーメン食べてたら。正解ですね。必要ないことは多分ないよ。そうですってのことで、気をつけながら
やっていきたいということなんですけども、はい、あやちゃん、LINE のね、そうです、うん、LINE と、それから Twitter、Instagram、うん、こちらの方も、うん、引き続き今年もやっておりますので、うん、ぜひご登録の方よろしくお願いいたします、はい、Twitter と Instagram に関しては、うん、あれですね、自分もやってるんですよね、うん、そうだ ね、全然豆じゃないんですけど、うん、あ、でもたまに、あ、今ここいるんだとか見てるよ。あ、私も、あ、これ言ってるなみたいな。ツイッター、ツイッター、だけど、インスタグラムに関しては、うん、ほぼ出してないよね。そうかもね、うん、確かにね、うん、だけどたまに出るので、うん、すごくなんていうのかな、見るのは面白いね。消息は不明じゃないそう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 いうこと、あ、メロシットここに今こうしているのだなという生存確認自分の場合ね、なんか旅が好きとか、あと車運転するの好きじゃないですか、うん、そうね、そうそうそう、うん、それとあと魚釣りが好きやってる、ね、まあ、魚釣りはもう本当に自分でももうおかしいんじゃないかなぐらい好きですね。めちゃくちゃ、ね、だって、まあ、潮の話とかよくしてるし ね、うん、とにかく寒かろうが、うん、何だろうが行くもんね。行く、行きたいとなると、行きたいとなると、もう今連れてるとかって言ったら、多分マコやったらさ、家系ラーメンと釣りって言ったら間違いなく家系でしょもう考える時間ないもん、もう迷わない、うん、あとそういうとかキャンプとかね、外でね料理作るのが最近好きになって、そういうのもちょっと本当やったらツイートしたらいいんでしょうね。あ、それはそうかもしれないね、うん、マコはやらへん、ツイッターちょっと俺見る方で、うん、あ、言ってるな、ここラーメン屋みたいな、見る方に。インスタグラムに関しては全く興味がなさそうです。そう、インスタは見てたらいなかったからね、うん、ツイッターたまに見てんだけど、うんうん、ね、どちらかというと YouTube めっちゃ見てるもんね。 YouTube 見てんだよ、しかも意外と家系ラーメンの動画見てんだよね、俺。知ってる、マジでめっちゃ見てる、しかも意外と自分が行ったの見て、もう一回行きたい、なんかね、結構危だけど自分の見たりしてる。いろんな人の見てるもんな見ないの自分は、うん、どっちかって言ったら、うん、寿司の握り方でやった。そうだよね、わかる、うん、見てたもんね。そう、寿司の握り方、食べる方ばっか見てるから、なんかもう肉の焼き方とか、そう、すましの作り方とか、そういうのこう見ることは、俺せいぜいスープの出方とか、まあそうだね、自分が登録してる人みんなそういう人ですよ。ああそう、そうね、だってそっちの方面の YouTuber のこと詳しいもんね。あ、まあそうかもしれないですね、うん、こういう人がいるって言われてへえと思って、自分もまあ見てみる方なんですけど、うん、まあ自分だって家系がエンタメ系とかも、もう家系だけ見ますね、マジでなるほどね、うん、まあというような感じで、はい、Twitter とかはまあマコは一切やらないということでね。そうね、まあ見ます、うん、うん、やりません。やりません。言い切った方が分かりやすいからね。宣言しております。ということで、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは。